年11月、日米共同声明に基づく72年沖縄返還政策は、戦後27年の沖縄分断支配の現実、さらに日程100年の沖縄に対する差別と抑圧の歴史に終止符を打っただろうか。沖縄100万県民の祖国復帰に込めた侵略基地とその支配の現実を打破する戦いは、この日程佐藤政府の手点によって打ち砕かれてしまっただろうか。否、断じて否である。70年、71年を貫く全軍老解雇攻撃との戦いは 5.15 へ突入した。全軍老牧港支部4000名労働者の基地内決起こそ、日本階級闘争の内乱的発展の戦区なのだ。全ての労働者、農民、学生、高校生諸君、今こそ沖縄奪還、安保粉砕、日程打倒の戦いに決起せよ。戦うアジア人民と連帯し、侵略基地とアジア侵略体制の一切をコザボード全軍老基地内決起の地平に立って打ち破れ。もはや歴史は逆戻りしない。日程100年の抑圧と銃剣の支配は今 11.10 沖縄全島ゼネストの大爆発をもって打ち破られようとしているのだ。人民に銃を向けた時、人民は何をもって答えるのか。全軍労働者を先頭とする全県民は揺るぎない戦闘体制を構築しつつあった。そして11月7日、戦闘的労働者学生は返還協定批准阻止に決起した。100万県民の戦いの革命的高揚のただ中で、日米両帝国主義者は基地機能の麻痺、基地奪還の危機を乗り切ろうとゼネスト圧殺の予防反革命攻撃のため革命的労働者学生に襲いかかったのだ。10沖縄全県ゼネストは撃ち抜かれた。余儀公園を埋め尽くした10万労働者の戦いは、沖縄返還政策のペテンに侵略基地沖縄の現実を突きつけ、100万県民の未来が何によって切り開かれるのかを指し示した。まさに 11.10 の全県ゼネストは、返還の名にすがってベトナム侵略を米帝との共同の戦争として遂行する日程に対し、鉄の回答を浴びせたのである。
戦うすべての諸君、これが日米ベトナム共同侵略に対する日本労働者階級の鉄の回答である。すべての戦う労働者、農民、学生諸君、自ら武装し、自ら帝国主義の抑圧と侵略を打ち破れ、沖縄本土を貫く革命的暴力をもって一切の侵略基地を爆砕せよ。69年10・11月日米共同声明への反戦派労働者の決起、70年12月土佐暴動に込めた怒り、71年 5.17 明治公園での武装的決起、 9.16 三里塚第二次強制収容との内乱的戦いの勝利、70年71年を揺るがし続けた全運動解雇撤回基地奪還闘争の大衆的戦闘的貫徹、この2年間の戦いの一切が 11.10 ゼネスト暴動に集約された。戦う同志諸君、我々の戦いを炎のように燃え上がらせよ。72年 4.28 最後の沖縄で、ペテン的沖縄返還政策の具体化として侵略に駆り立てる大学統合の矛先を向けられた戦闘的学生は 5.15 体制爆砕の戦いを貫徹したのだ。
祖国復帰の声に応えるに、日程は基地の強化と釣魚台の略奪、日本軍の派兵をもってした。全軍労をはじめ、全沖縄の労働者農民は、この返還政策のペテンを 11.10 ゼネスト暴動で完膚なきまでに暴き出した。 11.10 に続く沖縄本土を貫く沖縄闘争の激動に対し、日程は最大級の反革命攻撃、破防法をもって革命派、革命勢力に襲いかかった。だが、5.15 を人民総決起の 5.15 にせねばならない。沖縄県民は富士町の戦いに決起する。1972年5月15日午前0時、沖縄のペテン的返還の日、一斉に鳴り渡った号敵は激しい怒りの声であった。沖縄にはまだ真の夜明けは来ないのだ。沖縄復帰の日は疑いもなくここに到来いたしました。しかし沖縄県民のこれまでの要望と心情に照らして復帰の内容を見ますと、必ずしも私どもの切なる願望が入れられたとは言えないことも事実であります。私どもにとってこれからもなお厳しさは続き、新しい困難に直面するかもしれません。しかし沖縄がその歴史上常に手段として利用されてきたことを排除して、県民福祉の確立を至上の目的とし、平和でうまいり豊かでより安定した新しい県づくりに全力を挙げる決意であります。
新沖縄へ本土から最初に送り込まれたのは人民弾圧のための血にまみれた第4機動隊である。沖縄のペテン的返還は基地強化、自衛隊派遣、労働者の首切り、農民の土地取り上げ、100万県民への弾圧と差別と収奪から始まったのだ。戦う同志諸君、沖縄県民の声を聞いてくれ。経済的な問題というのは非常に目に見えてですね、ドルとかですね、まあそうですね、大変だと思うんですけども、3億円ぐらい損したということはもう知っておりますがね、すでに。お金になりました、もう円に。いや、まだです。まだ現在持っています、ドルは。ですから、もうどうせ復帰はしなくちゃいかんから、なぜもっと5カ年前ぐらいではできなかったものかと、それを希望しているんです、住民自体。なんか、全部が沖縄にこう、しわ寄せされてると、いろいろな矛盾がですね、はい。ということで、非常にいろんな問題があると思うんですけど、ね。そうそう、これ軍基地です。それに反対してると、軍には立ちを貸さないと。いや、これはもう、こっちから撤去することになっております。今までは米軍が。はい、現在までは米軍が利用しておりますがね、まあ自衛隊が来た場合には、これ自衛隊が一応するだろうと思っています。その件で、一か年間は貸してほしいと。貸すと、対策料ですか、どのぐらいなのか。1か年間ですね、壺あたり、現在今のドルの120円になるらしいので、それは値上がりしております。はい、値上げしておりますね、現在の1か年間で。上がって120円、はい、はい、上がってですよ。それから物価が高くなるんですね。そう、物価はただし上がるんでしょう、上がるが、その代わりまた人件費が上がってくるんじゃないか。はい。さあ、農産物はこれ、上がる見込みはないですね。ということは、生活が苦しくなることになるんじゃないですかね。集奪の、サルーム、今日から発足する。我らは、本日、
沖縄返還式典、それは茶番劇にしか過ぎなかった。土砂降りの雨の中の県民大会は、規制指導部の思惑を超えて、5.15 返還への怒りを結集し、明確に沖縄闘争の永続化への第一歩を勝ち取ったのである。Thank you.
5.1 号体制爆災に100万県民が立ち上がったとき、70年安保沖縄闘争を敗北したとする反革命集団角丸は、その仮面をむしり取られ、その反革命の本質をむき出しにしたのである。農民、学生、高校生諸君、すべての戦う同志諸君、一定のペテン的 5.1 号返還政策、沖縄政策粉砕の戦いは、沖縄闘争の永続化、永続的、内乱的戦いへと転化した。全軍労2万の労働者を先頭とする、沖縄労働者、農民の戦いは、5.1 号体制爆災へと進撃する。全軍労、牧港支部の基地内決起に引き続き、沖縄、本土を貫く、沖縄、ベトナム、基地、貨幣闘争を爆発させよ。今こそ70年代日本階級闘争の内乱的武装的発展を勝ち取れ。反革命角丸殲滅、権力と角丸の内乱的二重的対峙に勝利し、第3第4の11月内乱内戦放棄を勝ち取れ。戦うアジア人民と連帯し、一定のアジア侵略を内乱へ転化せよ。沖縄奪還、安保粉砕、一定打倒、アジアを反帝国主義反スターリン主義世界革命の根拠地とせよ。